電話出れない？大変なの。今電車の中だから無理なんだ。どうした？妹が倒れちゃって病院に運ばれたって。マジか。俺も仕事切り上げて病院向かうよ。ここの病院？まだ私も妹の容態がわからないんだけど、とりあえず命別状はないみたい。だから仕事は早退しなくても平気だよ。私もテンパっちゃって仕事中にごめんね。今病院に向かってるから分かったら連絡するね。そっか、分かった。かなちゃんにお大事にって伝えてね。分かった。仕事中にごめんね。こっちは気にしないで、お仕事頑張ってね。分かった。じゃあ病院に着いたらかなちゃんの容態だけ教えてくれな。分かった。お疲れ様。今病院に着いたんだけど、過労みたい。今日中に退院できるみたいだから大丈夫だよ。そっか、よかった。でも病気じゃなくてよかったね。本当によかったよ。それで相談があるんだけど。何？貧血とかもあって一週間くらい安静にしてなくちゃいけないみたいなの。だから一週間妹のところに泊まってあげてもいいかな。最初お母さんが行くって言ってたけど、私の方が若いし体力あるから、妹も私の方が気を使わないみたいだし。いいよ、俺のことは気にしなくていいから、かなちゃんのそばにいてあげてよ。俺は適当に飯食ってるから。ありがとう。迷惑かけちゃってごめんね。大丈夫だよ、気にしないでね。とりあえず荷物取りに帰るから、その時今日の夕飯は準備しておくね。わかった。ありがとな。何かあったら連絡して。わかったよ。あなたも何かあったら連絡してね。体には気をつけてね。おいよ。お前も体には気をつけろよ。はーい。おはよう。今起きたわ。危うく寝坊するところだった。おはよう。ギリギリだね。私もあなたから連絡が来ないから電話しようと思ってたの。こういう日はいつもお前が起こしてくれるから感謝だな。あは、感謝なんて珍しい。嵐でも来るのかしら。おいおい、いつもありがとうって感謝してるだろ。確かに。かなちゃんの体調はどう？食欲もあるし顔色も良くなってきたよ。そっか、それならよかった。心配かけちゃってごめんね。あなたは大丈夫？平気だよ。洗濯も掃除もやってるから安心して。ありがとう。すごい助かるけど、無理しないでね。仕事もあるんだから、大変だったら、そのままにしといても平気だからね。私が帰ったらやるから。お前も、かなちゃんのことがあるし、できる限りは自分でやるよ。そうすれば、お前も帰ってきてから、少しはゆっくりできるだろう。気を使ってくれてありがとう。本当に大好き。あなたと結婚してよかった。愛してるよ。愛してるとか珍しいな。嵐でも来るのかな？失礼な。いつも心の中で思ってます。あなたは？俺も思ってるよ。思ってるって何を？全然伝わらない。お前が帰ってきたら伝えるよ。嫌だ。離れてて寂しいんだから今がいいの。LINE は文字に残るから恥ずかしいよ。私は伝えたいもん。今行きたいの。わかったよ。優子のことが大好きだよ。愛してる？もちろん。ちゃんと言って。ああ、もう。愛してるよ。よし、伝わった。それならよかったです。それじゃ、会社に着くから何かあったら連絡してな。わかった。あなたも何かあったら連絡してね。お仕事頑張ってね。行ってらっしゃい。はいよ、行ってきます。おはよう、今から会社向かうよ。おはよう、気をつけてね。かなちゃんの体調は良くなったか？だいぶ良くなったよ。心配してくれてありがとね。明日帰ってくるの？帰るよ。早くあなたに会いたいよ。我が家が恋しい。お疲れ様。俺も早く会いたいよ。さすがに一週間お前がいないと寂しいわ。明日迎えに行こうか。
俺もかなちゃんに挨拶したいからさ。お迎えは大丈夫だよ。かなもすっぴん見せたくないから、今度うちに挨拶行きますって言ってる。かなちゃんのすっぴんなんて腐るほど見てるけどな。わかったよ。今度かなちゃんの会期祝いしようって伝えといて。わかった。かながごちそう楽しみにしてますって言ってる。任せとけ。明日気をつけて帰ってこいよ。はーい。電話出ろよ。今すぐ電話しろ。いい加減にしろよ。早く電話に出ろ。ごめんなさい。気づいたら寝ちゃってたの。どうしたの？なんで怒ってるの？お前、お母さんやミカちゃんから連絡来てるだろ。 LINE 見てないのか？着信は来てるけど、まだ LINE は見てない。お父さんが倒れて、お前と連絡つかないから、俺に連絡が来たんだよ。電話に出て。今 LINE 見たの。誰も電話に出てくれないの。お父さんは平気なの？胃潰瘍だってさ、命に別状はないよ。よかった。今から行くから病院教えて。みんなお前に会いたくないってさ。お父さんもお前の顔見たら病状悪化しそうだから来るなって言ってるよ。なんでそんなこと言うの？私みんなに何かした？なんでわからないんだよ。お父さんが倒れたんだからもちろんかなちゃんも駆けつけるよな。バカなお前でもわかるだろ。あのね、違うの。何が違うんだよ。何かなちゃんの看病とか嘘ついてんだよ。てか、そもそもかなちゃんが倒れたっていうのが嘘だったんだな。ごめんなさい、話を聞いて。お前、この一週間何してたんだよ。友達と旅行に行ってたの。本当にごめんなさい。友達って誰だよ。高校の時の女友達だよ。本当に女友達か？不倫してるんじゃないのか？違うよ。ちゃんと女友達だから信じて。じゃあ今からお前に電話するからその子に代われよ。もう一緒にいないから無理なんだ。今お父さんのこと聞いて私だけ先に帰ってきたの。じゃあその子の LINE を教えろよ。その子に連絡して本当か聞いてみるから。それは嫌だよ。その子に迷惑かかっちゃうし、夫婦のトラブルを見せたくないの。じゃあその子との LINE をスクショして送って。前から計画してたなら LINE で話してるでしょ。それも無理なの。あなたにバレたくなくて LINE 消しちゃったの。でも信じて、不倫なんて絶対してないから。本当に？本当だよ。じゃあ不倫してたら離婚するって約束できる？できるよ。絶対不倫してないもん。そっか、じゃあ離婚な。え、なんでよ。不倫なんてしてないってば。これはなんだ。一緒に旅行に行ったのは女友達じゃないのか？何それ。かなちゃんがこの現場見て写真撮ってくれたんだよ。かなちゃんは俺に言うか迷ってたらしいけど、お前がかなちゃんを使って嘘ついたのを知って教えてくれたんだよ。それは公正よ。かなに騙されないで。かなちゃんはお前がそう言うと思って動画も撮ってくれてるよ。かなちゃんはお前と違って頭の回転早いよな。違うの、誤解よ。何が違うんだよ。それと駅のホームでイチャつくなよ。とりあえずご両親もこのことは知ってるから、もちろん離婚にも賛成してくれている。電話に出て。 LINE で話すなんておかしいよ。ちゃんと話し合うよ。お前の声なんて聞きたくない。それにお前はさっき不倫してたら離婚するって言ったよな。だから離婚は確定だよ。本当にごめんなさい。もうしないから許してください。離婚なんてしたくない。愛してるのはあなただけなの。愛してるのはあなただけとか本当に言うやついるんだな。そもそも俺しか愛してないのになんで不倫してるんだよ。それは本当にごめんなさい。とりあえず弁護士が決まったら連絡するから相手にも伝えとけよ。ちょっと待って、離婚なんてしたくないよ。うるさい。離婚は確定なんだよ。絶対に許さないから覚悟しろよ。優子との話し合いで相手のことを話せば
再構築するか考えると伝えたら、ゆう子は相手のことをペラペラと話してくれました。そして考えた結果、やはり離婚になり、相手とゆう子からきっちり慰謝料をいただきました。その後ゆう子は家族にも絶縁されて、相手にも振られたようです。